今井あさみは、日本の声優、歌手、舞台女優、学位は学士、東京都渋谷区生まれ、山口県徳山市育ち、アーリー・ウィング所属。代表作には、アイドルマスターシリーズの木更木千葉役、シュタインズゲートの巻瀬ーース住カ役などがある。本人の命名した、あさみんごすをニックネームとしており、略して、ミンゴスと呼ばれている。1977年に、 東京都渋谷区で生まれるが、小学校2年生時に山口県徳山市に転出しており、公式プロフィールなどでは山口県出身としている。山口県立徳山高等学校を卒業し、一郎の末、明治大学文学部文学科演劇学専攻に入学した。なお、大学卒業に際して学士の学位を取得した。 明治大学在学中の1998年に、エニックスアニメ企画対象声優部門オーディションで、対象受賞。その同期として、野川桜、ひなや早よ、はやみらがいる。翌1999年発売のドラマ CD、国の大地花の王国の魔女で、声優デビューした。2001年には、ともかず、美希のラジオビッグ版の第一期、BGP に選ばれた。 所属していたアーツビジョンを2007年4月5日に対象フリーの期間を経て同年7月にカレードスコープに所属した。自己名義の音楽活動としては2009年4月22日発売のシングルデイバイデイシャイニングブルーレインがメジャーデビューとなった。同年12月1日付でカレードスコープからアーリーウィングに移籍している。 2010年8月16日に発売された OVA くっつき星の川上の恵子役で初主演を果たした。初めてのソロライブ公演を行った2010年12月25日以降は誕生日付近と年末頃を中心にライブ公演を継続的に行っている。2012年4月18日にはファミツーアワード2011で女性キャラクターボイス賞を受賞した。 2016年10月1日より公式ファンクラブとなる A メンバーズを発足する。同事務所所属の北村恵里とボーカルユニット、アートリー・ベインを結成。アートリーは動脈、ベインは静脈を意味し、今井はベインを担当している。ライブ公演では、A と名付けられたバンドの演奏により歌っている。このバンド名は、今井あさみのシンガーソングゲーマーのリスナーからの公募と、 投票で決まった。なお、A のバンドメンバーには、ライブに参加するすべてのファンも含まれると、今は語っている。また、原由美のソロデビューシングル、花火の、サブボーカル及びプロデュースに参加している。アルバム、カラーサンクチュアリ、アロマオブハッピネス、プレシャスサウンズ、この雲の果て、シングル、漆黒のサステインの発売に際して、カラオケチェーン店パセラや、アニカフェシュガーなど、 コラボレーション企画のカフェを模様した。どちらも今井自身が考案したメインディッシュやデザート4から5種類のオリジナルメニューを楽しめた。いずれも開催期間中に今井本人もカフェを訪れている。2013年10月12日、街遊びにて声優ユニット月猫メンバーとして徳島観光大使に就任。歌手の佐田正史、中島美雪、谷山広子。 アニメ作曲家の梶浦由らのファン、ジョジョの奇妙な冒険の愛読者でもあり、プレイステーション3用ゲーム、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルへ参加が発表された後のアイマスタジオ第93回で、同作品なくして自分の人生は語れないと語った。なお、同作品25周年プロジェクトのアニメゲーム化について、ファンとして喜びつつも、声優として、 参加の声がかからないことが大変悔しく、ジョジョファンであるとの公言を封印していたが、参加が発表された後の今井あさみのシンガーソングゲーマー、アイマスタジオ、ブル、ラジなどでは喜びを語っている。趣味、特技は森林浴、作詞。好きな料理はカレーライス。好きな飲料はコーヒーであり、紅茶よりも好んでいる。また、マンゴー。 甲殻類などに対するアレルギーがある。中村エリコとはプライベートでも仲が良く、中村とは、両ユニット、AIEN として、ライブ活動なども行っており、2007年2月10日に、パセラリゾーツ銀座店にて、AIEN 初の自主イベント、今やさみ、中村エリコの AIEN イベント、バレンタイン感謝祭を開催し、 2004年5月3日から2006年2月27日まで ITV24.com でプレスターというインターネットテレビ番組を二人で担当していた。フリーアナウンサーの池田めぐみとは大学時代からの親友であり、海外旅行なども共に行くことが多い中である。アイドルマスターのプレイヤーとしての知名度は若林直美と双璧をなす。プロデューサー名はアサミンゴスピーで、 高月やよいを出来合いし、天貝遥はは必ずユニットに加えている。2007年9月5日に発売された、ザイドラム、スターマスターアーティスト08みなせいよりに収録されている、みなせいよりの、二人の記憶の再生回数は2000回を超えている。アイドルマスターの楽曲の一つである、おはよう。朝ごはんは、ちはやバージョンになると、スタッカーとの効いた歌い方になる。これは、 もともと今井は可愛らしく歌ったところ NG を出されたため、リテイクでこのような歌い方をした結果採用されたためである。2010年7月5日、所属事務所を同じくする北村恵里がアメリカ・ロサンゼルスでも用されたアニメエキスポ2010に出演したため、北村恵里の超ラジの生放送に間に合わなくなった時に、急遽代理パーソナリティとして出演。 今井の親友である中村エリコをゲストに招いてトークを展開する。途中、同じ日に放送していた系列番組、下田浅美の超ラジ、ガールズの生放送を終えたばかりのパーソナリティ、下田浅美、ゲストの長谷川明子も飛び入りでトークに参加した。4人は前日まで幕張メッセで開催されたライブイベント。 ザイドルマスターゴスアニバーサリーザワールドイズオールワンに出演しており、その楽屋話なども絡めて番組を盛り上げた。生放送終盤、帰国した北村が無事到着し、最後は出演者全員揃って生放送を締めた。太字はメインキャラクターはインターネット配信。DVD ロムはインターネット配信。ライブビデオミュージックビデオ集、ライブ映像配信。 ありがとうございます。